このお話で、海のまんまる笑顔っていうお話です。神岡とめ作。みんな海に行ったことある人？はい。海は好きですか？はい。あんまり嫌い？うん。海行ってあげてね。そんな海に今困ったことが起きているんだって。みんなお寿司は好き？お姉さんも大好き。おいしいもんね。でも3本も好きだよね。3本やめた。そんな、なんで叩くよ。ポンポンポンと。みんな上手。でもね、想像してみて。そうなんだ。お寿司の上に魚が何にも乗ってなくて、白いご飯だけだったら、マグロもサーモンもウニもイクラもエビも乗ってない。寂しいよね。みんな砂浜で遊んだことある？ある。ねえ、ゴミ捨ててるね。楽しいよね、砂浜で遊ぶの。ママにゴミ捨てたら悲しい。ねえ、ゴミ捨てたら悲しいね。砂山を作ったり、波を追いかけたり、生き物を探したり。でも、みんな想像してみて。砂浜がこんな風にゴミだらけで、裸足で歩いたり、寝っ転がったりできないの。あ、足になんか刺さる。刺さるよね、痛いよね。そして想像してみて。海が汚れてしまって、魚や海の仲間もみんないなくなっちゃった。海はどうなってしまうの？かわいそう。かわいそうだよね。何にもなくなっちゃった。みんな、こんにちは。僕、デメちゃんって言います。あの、港幼稚園のみんな、こんにちは。デメちゃん知ってる人？みんな知ってる？すごいね。いつもは、僕は海の深いところに住んでいて、海やみんなのことを見ているんだよ。今日は、今、海がとっても困っていることをみんなに知ってもらいたくて、ここにやってきました。デメちゃん登場、みんな拍手。ありがとう。昔の海は魚や生き物がたくさんいて、それはそれは綺麗で楽しいところだったんだよ。人間のお友達もたくさん遊びに来ていたんだ。お魚たくさんいるね。人間のお友達も海を見て楽しそう。でもね、だんだん人間のお友達が来なくなっちゃったの。とってもデメちゃん寂しそう。最近は人間のせいで地球がおかしくなってきて、お魚や生き物の数も減って、海は元気がなくなってきちゃった。ゴミもたくさん増えて、このままだと魚の数よりゴミが多くなっちゃう日が来るんだって。どうしてそんな風にゴミが増えたのかな。デメちゃん寂しそうだね。どうしてゴミがそんなに増えたんだろう。みんな捨ててるね。それはね、みんながお家で出すゴミがすっごく増えて溢れちゃってるんだ。その溢れたゴミはこんな風に川を流れて海に行ってしまうんだ。
川と海はつながってるんだね。だから海にゴミが増える。みんなが住んでいるところと海は実はつながっているんだよ。見て見て、こんな風にゴミステーションで捨てたゴミが川を流れて、ね、ポイ捨てしてる人もいる。うん、これ絶対水面ジェットか。そうだね、ダメだからね、ポイ捨てしたら。ゴミ箱に捨てる。うん、ゴミはゴミ箱に捨てなきゃダメだよね。パンパンになったらさ、ゴミ袋にさ、違うゴミ袋に入れればいい。そうだよね、ゴミ捨てるときはゴミの仕分けもしなきゃいけないよね。ありがとう。ゴミなんか悪くて、みんないっぱいゴミについて考えてくれてありがとう。でね、人間の友達も海に遊びに来なくなって、ゴミもたくさん増えて、海の生き物も減って、今海はとっても困っているんだ。すごく寂しそうな顔してるね、海。ね、だからね、みんなで海を助けてあげよう。どうすれば助けることができると思う？海ダンス？海ダンス踊る。それもいいね。他は他は？ゴミを集める。ゴミを集める。うん、いいね。泳いで中に入る。泳いで中に入る。うん、海で遊んだら。海も元気になるかもしれない。みんながすぐできることってなんだろう。そう、みんなが言ってくれたように、みんなで海にこんな風に遊びに行こう。お家の人に連れてってもらおう。そしてお友達も誘ってあげてね。みんなで行くと楽しそうだね。でも遊ぶんだ。でね、海で泳いだり、波で遊んで、砂浜で山を作ったり、川を作ったり、生き物も探してみようか。そしてこんな風にみんなゴミ拾ってるね。缶拾ったり、袋にゴミを入れたり、もしゴミがあったらその場で拾おう。そうすると海も元気になる。掴むやつね。そうだね、掴むやつとか、そういったお掃除道具も持っていくといいかもしれないね。うん、海にね、行くときにはお家の人に相談して、どんなグッズを持って行ったらいいか相談してみて。そしたら海も元気になる。海が元気になったら魚やその仲間も増えるよ。そしたら、じゃ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 ん、海が元気になれば魚も生き物も友達もいっぱい。楽しいよね。そしてお寿司も、よいしょ。お寿司、最初の頃に比べてどうなった？伸びてる。ねえ、マグロにゃサーモンにゃエビが美味しそうになってるね。でもすぐ減っちゃう。すぐ減っちゃう？すぐ食べちゃう？うん。みんなが海を好きになれば、笑ったね。海も君を好きになる。海もまんまるピカピカ笑顔に。みんなもまんまるピカピカ笑顔に。さあみんな、最後はレッツゴーって、せーのって言ったらレッツゴーって言ってくれる？声合わせよ。さあ海に、せーの、レッツゴー。ありがとう。海のまんまる笑顔でした。ありがとうございます。
ください。できるかな。お家の人とかね、お友達同士でどうしたら海が元気になるかなって、めちゃんがどんな風にしたら喜んでくれるかなってみんなで考えてくれる人、はい、ありがとう。海のまんまる笑顔みんなで、見てもらいました。この後は海ダンスがあります。みんな楽しんでいってください。ありがとうございます。